はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、先日のね、晩ご飯はね、アヒージョでした。アヒージョってね、あるじゃないですか。まあ、その日本ではね、アヒージョって言いますけども、そのアヒージョっていう言葉自体はニンニク自体のことらしいんですね。でも料理のことを正しくは、アルアヒージョっていうふうにね、ウィキペディアに書いてました。はい、まあね、まあアヒージョなんですけども、その我が家のアヒージョはですね、そのていうか奥さんが作ってくれるアヒージョっていうのはですね、オリーブオイルでニンニクを炒めてから、シーフードミックスね、イカ、タコ、エビかを入れて、しめじ、えのきだけ、ブロッコリーが入ってます。でそして最後に、クレイジーソルトをね、入れるんですよ、いつもね、奥さんがね。でまたそのクレイジーソルトがね、入ったことによってですよ、僕の口内炎をね、攻撃するんです。痛かったほんまにあれは痛かった。まあね、今までも何回か食べてるんですよ、食べてたんですよ、ちゃんとね。でもその口内炎の調子がいいというか、その GVHD でね、粘膜障害もマシな時があって、その時は食べれてました、普通にね。でもね、今は無理でしたね。まあ今回はそのクレイジーソルトはね、少なくしたよとね、奥さん言ってたんですけども、まあ、ちょっとと塩気があるとやっぱりね、まあ、僕は悲鳴を上げてしまいます。だからね、またね、こうアヒージョをですね、ザルに入れて水でさらしてやりましたよ。まあ、冷たくなりましたけども、塩分がだいぶ薄くなってくれてね、食べれました。でもこう水でさらしたことによったり、その洗ったことによってね、そういうことをしたところでですよ、まあ、塩分濃度っていうのはね、変わらないってね、そのコメント欄でも教えてもらったことがあるんで、まあそれはね、一応把握はしてるんですけども、まあ、塩をね、入れる前に僕の分だけね、こう避けてもらえればなと、よかったとね、今になっては思います。ね、ほんまに今はその料理のさしすせそっていうんですか、砂糖、塩、酢、せいやから醤油か、で味噌、もうね、その5つもね、使ってないので、ほんの少しの味付けでも敏感にね、感じるんですよね。なので、たとえアヒージョを水で洗ったとしてもですね、食べれるからといってですよ、おかわりをしすぎると、その味気、薄い味気がこう蓄積される感じになって、結局塩分の味でね、その口内炎が痛くなるんですわ。まあ、美味しかったしね、食べれたことによってね、テンションが上がってしまって、まあ、ついつい食べ過ぎてしまうんですよね。いやでもね、ついつい食べ過ぎてしまうんですけど、今までのダイエット計画といいますか、まあ、これまでやってきたね、食べ方がありますので、まあ、すぐにね、お腹がいっぱいになってしまうので、まあ、でも偉いもんでね、こう1日にして1キロ増えたとかになるほどね、食べることはね、ほんまなくなりました。今まではね、そうやって、もっともっと食べたいってなって、めっちゃくちゃ食べてたんですよ。まあ、でもね、その、ね、昨日もおかわりしましたけども、その、おかわりって言っても、もう一口だけ食べたいなって思う程度なので、そんなにもう一人前分とかっていうのは全然食べないですよ、本当に。でもそこまでのね、食欲になってしまうと、まあ、今までのね、先ほども言いましたけど、食生活、ダイエット計画がね、台無しになってしまいますからね。まあね、そうこうなんて言うんでしょうか、正直なところね、たくさん食べたいとかね、山盛りのご飯を食べたいとかはね、今でも思っちゃ思うんですよ、やっぱりね。でもね、その味付けをせずにこのただ食材をこう茹でるだけっていうのをこうやっていくと、その大食いの気っていうんですかね、大食いの気っていうんですかね、がその本当に徐々に徐々にこう減っていくんですよね。こう昔というか、その病気する前はね、こういい味を食べ続けていると、そのもっとさらなる濃い味を求めてしまってたんですよ。マヨネーズを使ったら追いマヨネーズは当たり前やったし、まあ、例えばとんかつ屋さんに行ってもですね、このソースをご飯にかけてたしね、そのテーブルに備え付けの、漬物の壺がね、常時2種類あって、そのとんかつ屋さんに行ったらね、よう言ってたんですけども、その両方とも空っぽにするほど食べてたし、しかもそこのお店はね、その白ご飯とキャベツのおかわりがね、自由やったんですよ。
ほんでまたこれがね、そこのお店美味しいんですよ、とんかつ自体も。まあ、でもそこのとんかつ屋さんというのがですね、その僕の住んでるこのね、地域に本店がありまして、その地域の人に聞いたらね、ほんまにその知らん人はおらんぐらいで、その、まあ、にとんかつ屋さんの並びにある焼き鳥屋さんとか、で、そこの地域、地域じゃないよ、敷地内にあるおしゃれなカフェとかもあるんですけども、こう、そういったこの大きな、外食店をね、各地域で、ご兄弟で経営されてるとこなんですよ。でそんなお店もあるし、で、焼肉屋さんもね、美味しいところがね、この辺多いので、その焼肉のタレをね、ご飯にかけて食べたりとか、まあ、ホルモンも食べるしね、食べれた頃はよく行ってね、こうやって食べまくってましたね。なんでそんな食生活をした頃のこともね、やっぱりね、こう、記憶ではね、覚えてますので、そう、あの頃がすごい懐かしく感じます。まあ、ほんのね、2、3年前の話なんですけども、でも今はとてもじゃないけどね、そんな食生活できませんし、まあ、今後口内炎が治ってね、濃い味を食べるようになっても、まあ、病気はね、関係なしで、その体のことをね、ちょっとね、考えたら、同じ量はね、食べないですね。多分ね。もしまあ同じような生活を、食生活を再開してしまったら、こう、せっかくこうね、体重とか血圧やね、あの血液検査でのその、コレステロールか、とかがね、上がってしまってね、その、糖尿病、高血圧、動脈硬化とかに、ね、なってしまうのもね、嫌でしょう。ね、まあ、まだまだその、若いと言われてますけども、そろそろ、考えないといけない年齢とも言われているのでね、先生からね。こうやってね、その先々の将来の、あの健康でいるための目標からね、こう逆算していったら、まあ、今、辛抱せなあかんなーってすごい思いますので、まあ、食べたいのに、まあ、食べたらあかんのはね、まあ、難しい課題ですけど、まあ、その、要はね、食べへんかったらええだけなので、まあ、それがね、普通に感じていけるようにね、これからもやっていきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。